新ワニ類は、原生のワニを含む、ワニ形上メの系統群。ネオスクス類とも、一般的に陸上に適応した基盤的なワニ形上メと違って、半水性、または完全な水性の爬虫類であり、河川、湖沼海洋に進出した。ノトスクステレストリスよりも、ナイルワニに近縁なすべてのワニ形上メを含む、最も包括的な系統群として定義されている。 新ワニ類は中性ワニ類をノトスクス類と共に2分するグループである。新ワニ類の最古の化石記録として、前期ジュラキのシネムーリアンキからプリンスワッキアンキにかけて生息したゴニオフォリスカのカルソヤスクスが提唱されている。しかし本属を新ワニ類に含めない見解もあり、それを採用すると最古の化石記録は中期ジュラキのものになる。 海洋に進出したグループには、タラットスクスアモクがいる。このグループに属するメトリオリンクスかのメトリオリンクスなどは、獅子がヒレ状に変化して、遊泳に適した形状を示していた。彼らは、ジュラキの海で繁栄を遂げ、巨大魚のリードシクティスや、翼竜などを獲物にして生活していた。ただし、頂点捕食者ではなく、リオプレウロドンなど、 当時の他の大型海生爬虫類の餌食になっていた可能性はある。タラットスクスアモクと別に水性適応をしたグループにテチスクス類がいる。テチスクス類はホリドサウルスかとディロサウルスかに大別される。いずれも原生のガビアルを彷彿とさせるように噴部が長い特徴があり、サルコスクスがこのグループに属する。半水性のシンワニ類の代表的な属としては、 後期ジュラキのゴニオフォーリスがいる。獅子は、祖先的なワニ形上目の直立姿勢と違って、側方へ伸び、腹ばいで行動していたと考えられる。この頃から、新ワニ類による水辺の捕食動物としての生態的地位は、確立されており、形態も背中の臨盤ンン骨の列数を除けば、原生のワニとの大きな外観の違いは見られないほどで、あった。ただし、 二次郊外の発達による口と鼻の軌道の分離は、原生のワニほど顕著ではなく、呼吸効率は悪かったとされる。ゴニオフォリスよりも、派生的な属には、ベルニサルティアがおり、さらに派生的なグループに、セイワニ類がいる。セイワニ類は、原生のワニを内包するグループで、化石種では、デーノスクスなどが含まれる。以下は、バスケール・リョニーへ通る、2011に基づくクラドグラム。 2012年に行われたワニカタチウアメの系統解析では、分解能の高い系統樹が再節約法により導かれた。以下に、その後維持を示す。ありがとうございます。